強装弾、強装弾、強装弾、は、その後継の通常の圧力よりも高い圧力を発揮するように発射薬がロードされているが、弾の圧力よりは低い消火器用の弾薬である、も参照。一般的には P や P と名付けられている。圧力を高めるのは、通常は誤信などの目的で使われる弾薬のように、より高い重厚所属とストッピングパワーを発揮させる。 ことが目的である。したがって、P 弾薬は、護身などに使われる拳銃の光景によく見られる。357マグナム弾や、44マグナム弾のようなマグナム弾は、普通は既存の弾薬をもとに圧力を大きく高めることによって開発される。通常は、開発された弾薬は、元の弾薬と、細かな部分がいくつか異なっており、これによって、 この弾薬専用に設計されていない銃に誤って装填できないようにしている。例えば、357マグナム弾は元になった威力のより低い弾薬である。38スペシャル弾より少し長い。しかし、P 弾薬はその後継の通常の弾薬と外部の寸法が全く同じである。これが可能なのはメーカーが通常の弾薬の圧力を低めにしているからである。 1972 P 弾薬は通常の圧力の弾薬の性能と同じ性能を発揮できるように設計される。P 弾薬は品質が怪しい銃には使わない方が良い。初期の弾薬に使われていた黒色火薬の燃焼特性は、それらの弾薬が普通は25000プシー、約172369キロパスカル以下の 低い圧力で作動することを示している。これらのカートリッジの薬莢の容量は限られていたので、より大きな威力を得る唯一の方法は、より多くの発射薬が入れられるように、薬莢を大きくすることだった。例えば、黒色火薬の銃を生産していたは、わずかな装薬の量を、45から70弾から、45から110弾に増やした弾薬を使う銃を製造していた。 無縁火薬が出現すると、この火薬は黒色火薬に比べて大幅に大きなエネルギー密度を持っていたので、黒色火薬を用いていた実砲の大きな薬莢は大幅に威力を増強し、発揮できるようになった。32から20ウィンチェスター弾や44から40ウィンチェスター弾のような弾薬は、リボルバーとレバーアクションライフルの両方に採用されたが、 これらのライフルの作動機構は従来より高い圧力に耐えることができた。これによって、これらの弾薬の機関銃専用ロードが作られ、大幅に高い速度とエネルギーをライフルに与えたが、その高圧のせいで、リボルバーにとっては安全ではなかった。このようなロードは安全性の懸念があり、また、30から30ウィンチェスター弾のような、より高速の新しい無塩火薬の小銃弾が、 提供されこともあって、最終的にはなくなった。大手メーカーにより、通常よりも濃いに圧力を高められた、最初の現代的な無塩火薬の弾薬は、38ACP 弾で、オリジナルは1900年に発表された。この弾薬は、当時の他社製、38口径弾薬と同じような性能だった。しかし1929年、この弾薬は、作動時の圧力と、 発活力が大きく増したのに伴って、38スーパーオートマチック弾、あるいは単に、38スーパー弾と解明された。本弾薬は長期にわたり、入手可能な自動拳銃用の弾薬としては、エネルギーと速度の両方において、最もパワフルな薬だった。この光景は、M1911 自動拳銃によく見られ、また、トンプソンサブマシンガンにもこの光景のものがある。 また、小銃専用ロードのように、38スーパーは古い、38ACP の銃に装填が可能であり、危険だった。初活力が500フィート LBS、約 678J に達することもある。38スーパーは、護身用の弾薬としても使い続けられたが、のような射撃競技でも、非常に人気がある。同様に高圧のロードが作られた例には、 1930年の38スペシャル弾の38から 44HV ロードがあり、これは最終的に357マグナム弾の開発につながった。アメリカ合衆国では武器と弾薬に関する基準はスポーティング・アームズ・アンド・アムニチオン・マニュファクチャーラーズ・インスティチュートによって管理及び公表されており、各口径の標準の内圧も以前は カップ単位で、現在は PSI 単位で公表されている。いくつかの弾薬について、サーミは公式な P の圧力を定めている。一般的に P の圧力は通常の弾薬の圧力よりも約10%ほど高い、下の表も参照。サーミは P の圧力について標準を定めていないが、P は P ロードよりも圧力が高いことを示す。いずれの場合でも、 プルーフテスト弾よりは圧力が低い。すべての銃は販売前にプルーフテスト弾の発射に耐えることが義務付けられている。プルーフプレッシャーはサーミによって動作時の圧力に対するパーセンテージとして定められており、これは P 弾薬の圧力を30から40%上回っている。比較としてマグナム光景はその元になった弾薬のほとんど2倍の圧力に なるようにロードされることがある。競争弾は、一般的には、護身用の弾薬で、コンパクトな銃から、最大の威力を発揮する必ずがある、警察などによって使われる。従って、ほとんどの競争弾は、ホローポイント弾か、他の形式の拡張する、エクスパンディング弾頭を持つ弾薬である。より高い圧力は、高い圧力と同じではない。通常、P 弾薬は、 一般的なマグナム弾薬よりもはるかに低い圧力である。P の標準は仮に誤って P 弾薬を P に対応していない銃で使用しても銃の物理的な状態が良好ならば一度で破裂してしまう危険を最小にできるような値に設定されている。しかし P 弾薬に対応していない銃で P 弾薬を何発も発射するとあっという間に銃が故障してしまう。したがって P 弾薬は、メーカーが P を使っても安全だと指定した銃でだけ、使うべきでる。P の圧力で強化されることが多い弾薬には、QX19mm パラベラム弾、45ACP 弾、及び、38スペシャル弾などがあるが、これらはいずれも20世紀初頭から存在している。これらの後継の銃が最初に作られた頃に比べて、 金属工学や品質が大幅に向上したので、現代の銃はより高い圧力でも安全になった。多くのモデルは P 弾薬を使える、要安全率をとっている。例えばアルミ合金フレームを持つ。38スペシャルリボルバーの多くは、普通は P 弾薬を使うべきでない。シリンダーが圧力に耐えられても、余分の力が銃の疲労を増加させ、対応年数を低下させる。 代表的な P 弾薬のサーミによる使用は以下の通りである。現在、サーミは P の指定を用いていないが、サーミの P の使用を超えるロードを示すために、いくつかのメーカーでは使用されている。ある情報によれば、QX19mmP ロードは42000プシーで、通常の圧力である35000プシーの18%増し、38スペシャルの P は22000プシーで、 通常の29%増しとされている。小規模な弾薬メーカーの弾薬やリローディングガイドには特定の目的のための特別なロードを含んでいることがよくある。例えば、蒸気リストの45コルト弾のロードはバッファーローボーアムニッションから提供されている。通常これらのロードはより新しく強い銃を使った場合に比較的古い設計の弾薬から 最大の性能を引き出す他に設計される。例としては、45コルトの上限は14000プシーであるが、これは黒色火薬の性能が反映されたもので、この弾薬が発表された1873年に製造された銃に対してさえ安全である。頑丈な真鍮のヘッドを持つ、現代の弾薬を、もともと高い圧力の44マグナムを装填するように設計された、 スタームルガーブラックホークリボルバーから発射する場合は、その圧力を悪影響なしに大幅に高めることができる。しかし、このようなロードは圧力がほとんど2倍になっており、あまり見かけなくなってはいるものの、黒色火薬の水準のロードを意図している銃を壊してしまう可能性がある。古い弾薬のいくつか、特にもともとは黒色火薬弾薬だった。45コルトや、 45から70、どちらも1873年に遡るのような弾薬はもともと可能だった水準より大幅に高い水準のロードが可能である。現代の銃は元の黒色火薬時代の銃より大幅に頑丈。例えば、45コルトの銃の多くは44マグナム版と同じフレームで製造されている。なので、現代の銃と特製のロードの弾薬の組み合わせは 現代の弾薬に被験する性能を発揮できる。しかし、これらの高い圧力のロードは、現代の銃でだけ使用できる。これらの非公式なマグナム弾薬の発射には、潜在的な危険が伴うので、通常はハンドロードで作成するか、小規模で特別なメーカーから購入するしかない。これらのロードには、酸味の使用が存在する場合も、そうでない場合もあるので、 特別に注意を払う必要がある。通常は、メーカーやデータの公表者が、あるロードが安全に使用できる銃、あるいは使用できない銃を、明示的に指定する。例えば、Only for use in l u g e r and Tompson, c e センターコン n ンダーズ、Lugar 及び Tompson センターコンテンダーでのみ使用する、こと、Use only in modern Marlin and Winchester, Repeating Actions, 現代の Marlin 及び、 ウィンチェスターリピーティングアクションでのみ使用すること、ルーガーナンバー 1& ナンバー3、ルーガーナンバー1とナンバー3のように指定するものである。サーミで認められているルーガー45コルト、ルーガー45コルトロードに加えて、より高い圧力の特性のロードが数多く存在する。多くの場合、これらのロードは圧力が試験されるのではなく、 特定の銃で発射することによって試験され、過剰な圧力の影響がチェックされる。高い圧力の弾薬は、フェデラルの38スペシャルや 9mm の P、ハイドラショック、P ヒュドラショック弾薬のように、法執行機関への販売だけに制限されることがある。以下の表は、サーミ仕様にない P ロードのいくつかで、メーカーが発表した圧力の情報に基づいている。 ある銃に P に対応していることを明示する刻印があるか、またはその銃の説明書に明記されていない限り P 弾薬を使うべきではない。疑問がある場合はガンスミスにチェックしてもらうか、メーカーに連絡を取ってその銃で P 弾薬を使っても安全かどうか確かめる必要がある。P の弾薬にはがはっきりと刻印されている。例えば 9mm ならば、 9mm ルーガー P と刻印されている。P または P 弾薬を使うと、どんなピストルであっても、その部品の疲労は増加し、対応年数は低下する。安全性と耐久性に関する疑問に加えて、信頼性と使いやすさの問題がある。P 弾薬は、通常の弾薬とは大幅に異なる質の反動を発生させることがあり、これが、 銃の機能に影響を与えることがある。例えば、反動利用式の銃は、反動によって動作する部品の速度が速すぎると、まさしく機能しないことがある。また、軽量なリボルバーでは、弾頭に働く締め付けを超えるに、十分な反動力によって、薬莢と弾頭が外れ、弾頭は、シリンダー内で前方へ移動しうる。これはシリンダーが固着する原因となる。 P ロードの増大した速度と圧力は、マズルブラストと反動を増大させ、多くの居手にとって扱いを難しくさせる。これらの問題は、コンパクトかつ軽量な単純真珠の場合により、悪化する。通常の場合、P 弾薬が提案されるのは、同じ重さの弾頭で、通常の圧力の弾薬よりも、大きな速度を得るためである。しかし、 ある弾薬が P かどうか決めるために使われる圧力の基準は圧力のピークであり正確な速度を示すものではない。なぜならそれは弾丸に与えた総エネルギーによって決定される圧力曲線の下の面積だからであるも参照以下のような極めて多くの要因が圧力のピークに影響を与える。このような要因があるので 例えば、同じ重さの弾頭を同じ速さで発射する二つのロードを、一方は通常の圧力のロード、他方は P ロードとすることも可能である。同じコンポーネントからなる、同じ銃でも、40S&W 弾のような発射薬が少なく、高い圧力で作動する弾薬の場合は、弾頭を埋め込む深さのわずかな違いによって、圧力が大きく増大することが判明している。 例えば、40S&W では、弾頭を埋め込む深さを変えると、圧力が20%増加することが示された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。